今の倍単語が覚えれたらワンランクアップしてると思いませんか？マリサナンセ、皆さんこんにちは。勉強マニアの七瀬です。私今まで英単語の覚え方とか英語勉強法とかね、いろいろ動画に上げてきたと思うんですけれども、今日ご紹介する勉強戦略は今すぐ使えます。だから今日から英単語を覚えるときに使えるような簡単な戦略になってきます。で、効果は倍というね、めちゃくちゃコスパがいい戦略ですね。で、実際私自身もトイック900、超えたときに、やっぱり単語力がね、1万語以上ないとなかなか難しいよって言われているところなので、単語本当に頑張ったんですね。で、それぐらい単語の勉強って多分みんなにとってもすごい大事なんじゃないかなと思います。まあ、例えば、ぶっちゃけて言うとトイック600点ぐらいまでだったら単語力だけでも勝負できる、取れるんじゃないかなっていうふうに言われてますし、英語をね、話す英会話の方でも単語力だけで結構上級者レベルに入ってる人とかもいるんですね。で、もちろん学校の成績とかのテストの点もね、単語を早く覚えれたらその分効率もいいと思いますので、そんな風に単語力ってもう本当にね、めちゃくちゃ基盤になってくるんですよ。大事なのは分かってると。でも時間がかかるじゃないですか、覚えるのに。そんな方必見です。なぜかというと、今日のご紹介する方法はこのやり方をやると倍覚えれる、つまり、今までにかけていた時間の半分で覚えれちゃうんですよ。なので時間的効率もすごい助かるような戦略になってきます。実はこれです。はい、絵を描くこと、簡単ですよね。イラストをね、こう描くことなんですけど、これただただね、英単語帳になんかイラスト描いて覚えるといいよとかを聞いたことあると思うんですけど、違うんですよ。これ2015年ウォータールー大学という、カナダにある大学での研究なんですけれども、80単語のリストがあって、これをね、 A グループにはスペルをこう書いていってくださいっていう風に渡しました。 B グループにはイラスト化してくださいっていう風に渡したんですね。だからドッグとかって書くんじゃなくて、犬の絵を描いてドッグという風に覚えるっていうやり方ですね。そうするとなんと、これ B のイラストにした方が2倍次の日覚えていたというような結果になってしまったんですね。なんでこれあれって思いませんか？学校時代の勉強法って単語ひたすら書いてノート提出とかあったじゃないですか。だからこのやり方違ってたんですよね。スペルを書くよりもイラストを書いた方がいいと、もしね、学校の先生とか見ていたらちょっとやってみてください。で、実はこれですね、なぜいいのかっていうのは、ちゃんとこういう風に脳の海馬というところにいいよっていう風にも証明されていまして、海馬というのは記憶力を司るところになってくるんですけれども、ここにただただこうスペルを書くよりかは、手を動かしてこうイラストを書いたりとか、視覚ももちろんそうなんですけど、情報、例えば犬のイメージを思い浮かべますよね。そういう刺激がこう加わるので、より記憶に残りやすいんじゃないかという風に言われています。で、この絵に関して言うと、下手でも OK です。逆に私は下手の方がなんか印象に残るんじゃないかなというふうに思っていて、昔なんかスマップの中井さんがいいともかなんかで絵をさ、よく描いてたじゃないですか。中井画伯みたいなって、なんかちょっとすごい下手くそな、言ってはいけないんですけど下手くそな絵だったんで、いまだに私印象に残ってるんですよね。そんな風に逆に下手な絵こそいいかもしれないですね、勉強には。実はこれね、付随するところで言うと、落書きすることもすごくよくて、これプリマス大学というところで40人の学生から社会人を対象にした実験なんですけれども、音声をね、聞きながら A グループは音声のメモを取ってくださいと、 B グループは全く関係ない落書き、なんかひげ描いたりとか、こう丸とか三角とかね、してくださいというふうにお伝えしました。そうしたらその結果、なんと 29% も B グループの方が覚えていたっていうような結果になったんですね。だからよく聞くよりもなんか落書きしてると意識そっち持ってかれちゃうんじゃないかなって思うかもしれないんだけど、実際は落書きしながらやってた方が覚えてた、流れてきた内容を覚えていたということなんですよね。これ嘘みたいな話かもしれないんだけど、私実体験があって、あ、なるほどってすごい解決したことがあったんですよ。もう何年か前の出来事だったんですけど、昔テレアポっていう電話営業の仕事をやっていたんですね。で、その時大体こう話しながら、私メモ帳になんか手持ち無沙汰だから、こう丸とか三角とかぐちゃぐちゃとかなんかイラなんか落書きしまくってたんですよ。で、それは自然とねやってたんですけど、今思うとこの話を知ってから振り返ってみると、これは脳を活性化するため、脳のね、情報をこうシャットダウンしないために手一生懸命動かして、この研究に基づいたやり方だったのかなっていう風に思って、ちょっと鳥肌立ちましたね。なんかそんな風に、一見ね、無意味な三角とか四角とかぐちゃぐちゃしたものでも、脳をシャットダウンしないためには落書きすらいいよっていうことです。なんで学校でね、ちょっと眠くなってきた時とか、なんか落書きするといいかもしれないですね。先生もね、落書きして
してるからといって怒らずに、あ、脳をシャットダウンせずちゃんと内容を覚えてるんだっていう風にね、思ってもらえるようになるといいですね。ということでですね、今日使える戦略は本当にね、まあ、絵を描くっていうところなんですけど、まあ、なかなかね、すべての単語を絵を描いてると難しいと思うので、覚えれない単語とか、何回やっても間違えてしまう単語、そういったものに関しては、単語の絵を描いてみるというやり方、やってみてください。私のチャンネルではこのように、皆さんの勉強とか仕事、人生を改善していくための戦略というのを毎週4つは最低でも動画出しています。ぜひ、勉強好きな方、自分の人生をより良くして目標達成したい方、チャンネル登録していってください。3万人の勉強仲間が一緒に頑張っています。皆さんが英単語を効率よく覚えますように、この後出てくる動画おすすめなので見てみてください。概要欄もチェックしてみてください。では See you!